こんにちは、日野です。今日は2024年の6月の10日になります。今日はちょっとメガネをしておりまして、普段コンタクトなんですけれども、メガネは似合わないんですけれども、コンタクトをね、普段はしていて、今日はちょっとお休みをしております。目が本当に悪くて、0.1 ないんじゃないかなっていうぐらいだと思いますね、おそらく。ですから、裸眼だとかなりもう人の顔がぼやけて見えないという、ね、状況なんですけれども、で、あとそれに老眼が加わってきていますので、細かい字が前に比べるとやっぱり読みにくくなってるなっていうのは感じております。ただマイクロルテインっていうね、ルテインのこうやつを取っているんですけれども、それによってちょっと維持できているかなという感じはしておりますね。前よりも少し一時見にくかったのがちょっとマシになってきたっていうのはすごい感じているので、なんとか維持したいなという、維持あるいは改善ね、できればいいかなというふうに思っております。ちょっとあがいておりますけれども。昨日は休みということで、妻がちょっと京都の宇治市ですね。宇治市に行きたいということで、宇治に行ってきました。先月も確か宇治に行っていて、三室戸寺というところがあって、そこが椿で有名、あるいは紫陽花でも有名なんですけれども、椿を見に行ってきまして、今回は宇治市の植物公園っていうところだったと思うんですけれども、植物公園っていう広い公園というか植物園みたいなのがありまして、そこに行ってきました。そこの中にある併設されているカフェが木のログハウスっていうかなんて言うんでしょうね。木で作られた広い建物で、開放的な空間でテラスで食事もできるんですけれども、そこのテラスで何年か前にも一度したんですけれども、そこで食事をしてですね、で、その後植物公園に行ってきました。雨っていうのもありましてですね、雨そんなに強くは降ってなかったんですけれども、まあちょっとのんびり散策をしながら、人が少ないところなんですよね。で、Google か何かの評価のところに人が少ないのがいいというふうに書かれていたそうで、まあ確かにそうだなというふうに思いましたね。人が多いところ、観光地とか行くと、まあそれはそれで賑やかでいいんですけれども、なんかこう、景色を見に来たのか、人を見に来たのかっていうのがよくわからなくなる時がありまして、まあ、そう比べたら、その、宇治市のね、植物公園っていうところは本当人少なくてですね、のんびりできました。まあそんな感じで、宇治って本当近くてですね、京滋バイパスっていう高速道路を使えば、うん、まあ40分、40、50分ですかね、50分ぐらいで宇治まで行けてしまうというところで、非常に近いんですよね。だから、京都の中では、割と宇治はすぐ行けるところで、まあ、京都も近いんですけれども、まあそんな感じでちょっとね、近場を行ったりしております。で、先月は奈良にも行ってきましたけれども、奈良と滋賀って県境、隣同士の県かっていうと違うんですよね。隣同士、僕もね、一瞬、長年住んでいながら、あれどうだったかなってふと思ってしまうんですけれども、微妙に途切れているんですよね。滋賀県があって、その左下が奈良なんですけれども、京都がその間にちょっと入り込んでいるので、だから隣の県ではないんですよね。なんか東大か何かテレビのクイズに出されたみたいで、奈良と滋賀は県境ですかみたいな。実際は県境ではないんですよね。滋賀と県境なのは、隣同士なのは、京都とか、三重県とか、岐阜県、それと、福井県ですかね。あともう一つあったのかな。まあ、こう長年住んでいながらね、すっと出てこないというね、ところなんですけれども、まあ、そんな感じで、近場をね、うろうろしております。今日もね、非常に暑くて、もうクーラーを入れているんですけれども、なんか蒸し暑い感じ、湿気が多くなってきてるんですね、6月ということで。そんな感じがしております。
今日のちょっとメルマガで取り上げようと思っているんですけれども、中村敦史先生という中村クリニックの先生がいらっしゃいますけれども、その方が、粉末ワクチンというね、粉末のワク、なんとか、粉末ワクっていうね、ものを取り上げていましたね。これはかなり怖いなというふうに思ったんですけれども、まあ、実際現実的に今本当にそうなのかっていうところなんですけれども、ある40代の方がアイスクリームを食べたところですね、体調その直後から体調がなんか悪くなって、でいろいろ調べていくとアイスクリームにですね粉末のワクが含まれているのではないかというふうにいろいろ調べた結果、そういうふうに結論付けられたんですけれども、まあ、正直これはまだ何とも言えないというか、わからないなとは思うんですよね。その方の体験ですから、体験で、まあ、証拠があるわけではないというかね、証明できるわけではない、その方の、体験、思い込みっていうのもあるかもしれないですし、ただ、アイスを食べた直後に体調悪くなったっていうことで、まあ、実感としてはやっぱそれが原因じゃないかということを言われておりましたね。ただ、まあ、これから、その方が、本当に、ね、そのアイスで体調を崩したのかどうかっていうのは置いといてですね、まあ、僕はちょっと違うのかもしれないっていうふうにも今感じているんですけど、ちょっとわからないんですけれど、まあ、それにしてもですね、今後そういうことは起こってくるというか、もう実際、粉末ワクっていうのはできているというか、技術的にはできているもので、いずれビルなんとかさんっていう方とかもね、そういった食品に混ぜていくっていう仕掛けはしていっているんですよね。仕掛けっていうか、そういう仕掛けを考えていると。だから、摂取していようがしていまいがですね、そういった食品に混ぜられてくると、もう僕たちとしては、ある意味防ぎようがないというかね、それが外食で、その、混じっていたらわからないっていうこともありますし、だからこそ、現実、その、しっかりと見ていく必要があって、自分の体の代謝を高めていく、あるいは解毒をしっかりしていくっていうことをですね、していくべきというか、していかなくてはいけないというところになってきたんじゃないかなと思うんですよね。あるいは食べるものを吟味していくっていうのも重要ですし、ただ知らず知らずそういったものが食品として混ぜられてきているという可能性もね、あるというか、まあ、今後そうなっていくと思うんですけど、まだ現段階でどうなのかっていうのはわからないですけれども、ただそういったこともですね、想定していく必要があるんじゃないかなと思いますね。でないと、知らぬ間に体調を崩してしまう。まあ、今回ね、その40代の方が体調を崩されたと。まあ、それが本当にそのアイスなのかっていうのはわからないですけれども、そういったことがね、起きうる時代になってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。だから、注意していくしかないというかね、いろいろと対策をしていくしかないのかなということを感じております。ということで、今回はね、以上になります。ありがとうございます。